では米田さん、諏訪さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今から13個の質問をぶつけていきますのでお答えください。はい、ではまず最初の質問です。今インタビュー緊張してますか、お二人？ちょっと緊張してます。諏訪さんは？まあまあ緊張してます。それ緊張している時とか落ち込んだ時とかに、こうお二人が気分転換する方法を教えてください。はい、一つはですね、緊張している時は深呼吸をまずすること、うん、で落ち込んでる時にはたくさん寝ることですね。とりあえず走ります。落ち込み具合によって速く走ったり長く走ったりします。なるほど、はい、最近お二人が特に気になっていることって何ですか？筑波は自然がたくさんあるんですが、春になるとどんな花が咲くのか、どんな自然が変化を遂げるのか楽しみです。6大マラソンとしてます。6つの大きなマラソンがあって世界に、ニューヨークシティ、シカゴ、ボストン、東京、ベルリン、ロンドンなんですけど、それ全部走るのが目標で、今のところ4つ走ったんですよ。あと東京とロンドンだけ残ってて、その出走権をどうやったらやれるか、それが一番気になってます。走ることばかりです。あ、すみません。では3つ目の質問です、学生時代からこれまでを振り返って、一番印象に残っている思い出について教えてください。はい、走ること続きの諏訪さんと少し重なってしまうかもしれないんですが、トライアスロンに昔から挑戦してみたくって、それをですね、選抜の直前にトライしてみて無事完走できた時はすごい達成感がありました。トライアスロン、私大学院終わって一番最初にした仕事、ルワンダでも学校の先生だったんですけど、ルワンダ の学生たち、生徒さんたち の笑顔、それを忘れないです。お二人いらっしゃるのはゲートウェイの前なんですけどね、いつかここが職場になるように今訓練頑張ってください。ありがとうございます。その訓練の話の後ほどじっくり伺いますが、さあ、ではおよそ13年ぶりの JAXA 宇宙飛行士候補者 の募集で選ばれた二人なんですけれども、そもそも宇宙飛行士を目指したきっかけって何だったんでしょうか？はい、日本の宇宙飛行士の方、また世界の宇宙飛行士の方が宇宙で楽しくかつすごくご活躍されている姿がかっこよくて、宇宙飛行士憧れでなりたいと思いました、うんうん、私小学校5年生の時に、友人サーナーさんっていうアポロ17号の船長さんにお会いしたことがあって、その時は宇宙飛行士っていう仕事があるんだっていうふうにワクワクしたのを覚えていて、その後やっぱり日本人の宇宙飛行士の皆さんのご活躍、それこそ秋山豊弘さん、毛利さん、向井さん、土井さんから始まって今に至るまでの、そういう方たちに本当にインスピレーションをいただいて、宇宙飛行士になりたいなと思いました。宇宙飛行士候補者になってから、お二人の周りですとかご自身の変化って何かありますか？はい、周りもですね、何か自分も新しいことに挑戦してみようっていう風な心を持ってくれる周りの人が増えたのはとっても嬉しいことですね。で、私も挑戦を忘れず前に進んでいきたいなと思います。結構選抜終わった後に結構いろんな人が連絡くださって、それこそ数十年連絡がなかった人とも連絡がついたりして、それは嬉しかったですね。久しぶりの連絡があった。そうですね。今ブルースーツとっても似合っておりますけれども、そのブルースーツに初めて袖を通した時の気持ちですとか、今まさにそのブルースーツに身を包んでいるどんな気持ちなのか教えてください。はい、まさにまずブルースーツを手にして、これが私の米田あゆの名前が入ったブルースーツなんだっていうところで、ようやく JAXA の宇宙飛行士候補者になれたんだっていう、改めて実感がそこで湧いてきたような感じですね、で今来てみてですね、歴代の先輩の飛行士の方々が着てらっしゃったこのブルースーツを自分が着てることは少し夢のような感じもしつつ、手筋がシャキッと伸びる思いでいます。私は最初おおと思ったんですけど、意外と着てみたらなんすかね、ちょっとハロウィンの仮装をまだしてるような感覚がちょっとあります。これから仕事着だという実感が湧いてくるかもしれない、ね、多分そうですね。そこまで頑張らないとダメでしょうね。今でこれワッペンまだねないんですけど、も逆に貴重なこの真っさらな状態ということで、これからどんなミッションのね発展がつくのか楽しみですけれども、さあ、じゃあ今まさに基礎訓練を行っているお二人なんですが、その基礎訓練で一番印象に残っていること、例えばこれ大変だったとか、逆に達成感感じたんだよなっていうことがあれば教えてください。はい、
まずですね、飛行機の操縦訓練を今行っているんですけれども、全くこれまでやったことがないことだったので、難しさもありながら、また一日一日成長を感じられるところもあって、すごく印象に残ってます。ですが、まだまだ練習、訓練が必要なので、修行の身として頑張っていきたいと思います。私もやっぱり飛行訓練は印象に残ってまして、一回夜間に着陸したことがあって、滑走路がこうライトがバーってこう上から見た時に照っていて、それが思った以上に綺麗で非常に印象に残りました。飛行訓練すごいですね。およそ2年間に及ぶ基礎訓練なんですけれども、その基礎訓練を経て特にこれは身につけたいという宇宙飛行士としてのスキルはズバリ何でしょう？ズバリどんなことにも対応できる宇宙飛行士になりたいですね。やっぱ宇宙飛行士って本当に幅広いスキルが求められるなっていうのが今まで半年ぐらい訓練を受けていた感想で、そういったスキルをまんべんなくこう磨いていきたいなというふうに思っています。あらゆる対応力が必要になってくると思いますが、その JAXA 宇宙飛行士認定に向けた意気込みをここで教えてください。はい、これまでの先輩たちに これまでのかっこいい先輩たちの後に続いて、そしてまた私自身、私たちの世代らしい新しい宇宙飛行士像を作っていけるような、そういう宇宙飛行士になれるように認定目指して頑張ります。そうですね、時にはその自分の今までしてきた経験っていうものを手がかりにしながら、自分らしく訓練に当たっていきたいなというふうに思ってます。さあ、では今ですね、お二人がいらっしゃるのは、希望日本実験棟の実物大のモックアップの前なんですけれども、このISS 国際宇宙ステーションの希望日本実験棟で行われているミッションで特に注目しているのは何でしょう？はい、宇宙生物、宇宙医学に欠かせない、そして日本がこれ人間がこれから宇宙で暮らす上で欠かせない宇宙のマウスの実験ですね。希望の中でもマウスが飼育されていたりするので、とても注目しています。やっぱりこれから月とか火星とか遠くを目指していく上で、さまざまなやっぱり技術立証というのを行われているんですけども、またそういった次の宇宙開発につながっていく、そういったような実験に私は注目しています。どんどん将来につながる実験が行われております。せっかくので上行きますか？そうですね、ぜひお願いします。ちょっと学校の中に入っていったらまた次の質問を伺いましょう。大きいですよね、これ希望。古川さん、こんにちは。そう、今滞在中、お辞儀してるので。ではこの中で伺うのはこちらの質問です。将来の有人宇宙活動、国際宇宙探査、先ほど総さんからもお話がありましたということで、ぜひ自分が携わってみたいというのはどんなことでしょうか？はい、今後探査で人間が新しいところに行く、その一歩を踏み出す、そういった場所に自分がいたいなというふうに思っています。やっぱり与えられたミッションをこう一生懸命こなすっていうのは基本だと思うんですけども、やっぱりこれから月に向かうということで月探査には興味があります。古川さんが見守ってる様子が今映ってますけれども、ではお二人ご自身が目指している宇宙飛行士像とはどんなものでしょう？そうですね、まず一つは常に笑顔を忘れないこと、どんな大変なことがあっても笑顔を忘れない。あとはですね、私も他の方々にたくさん勇気をもらってきたんですね。で、今度は私自身も多くの人に何か頑張るぞっていう勇気を届けられる、そういった宇宙飛行士になりたいなと思っています。私は宇宙開発ってやっぱりワクワクするものだと思うんですけども、それによって開かれる人類の未来っていうものですかね、そういったものを多くの皆様と一緒にこうワクワクしながら楽しめる、そういったような宇宙飛行士になりたいなというふうに思っています。はい、ではでは最後の質問となりました。13個目の質問です。ドキドキしますね。最後の質問は、宇宙飛行士になったら叶えたい夢、そして目標をお聞かせください。はい、私が宇宙に行った時に、また日本人宇宙飛行士、世界の宇宙飛行士が宇宙にいる時に、
地球の皆さんが宇宙を見て何かこう新しい未来希望を感じてもらえる、そういう宇宙開発の一役を担えればと思っております。宇宙飛行の成果、宇宙開発の成果っていうものを日本はもちろんのことですけれども、その成果がまだ届ききっていない世界の、あの発展途上国と言われるような国にもこう届けられる、そんなことに貢献できるような、そんな宇宙飛行士になりたいなというふうに思っています。今日もたくさん伺えてよかったです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。緊張しましたけど面白かったです。楽しかったです。